社会移住された方のご相談ですね。ウェブサイトを運営したいと、隙間時間でやりたいですとかですね、やっぱりこの方も日本人の典型のようにですね、時間がないと、合間時間でやりたい、なので外注を活用したい、外注を利用したいということなんですけども、僕はウェブサイトの運営は外注さんの利用をお勧めしてます。で、1記事、400件くらいで投稿までやってくれると、はい、書くことから、本部の執筆から投稿までやってくれるっていう、その、発注の仕方があるので、この辺コンサルでお伝えするんですけども、例えば通常だったら1記事2000円弱とかですね、それぐらいの1500文字ぐらい のブログ記事だとなるんですけども、4分の1ぐらい以下ぐらいでですね、発注できるノウハウというのがあります。そういったですね、クラウドワーカーさん、日本人のきちんと執筆してくださるライターさんのですね、生かし方っていうのを知れば、あなたの時間は倍々に増えます。隙間時間でもやれます。ご自身でずっと書いて苦行のようにですね、ブログ記事を毎日上げるっていうのから解放されるって感じですね。で、海外移住された方ご相談で、